繊維金属上での技産の分解についての火山、プロット・サバティエの原理は、科学不均一触媒における定性的概念である。名称は、フランスの科学者、ポール・サバティエにちなむ。本原理は、触媒と機質との間の相互作用は、ちょうど良いでなければならない。すなわち強すぎても弱すぎてもいけない、と述べる。もし相互作用が弱すぎれば、分子は、 触媒に結合できず反応が起こらない。一方、もし相互作用が強すぎれば生成物が乖離できない。本原理は触媒による反応物の吸着熱といった性質に対して反応速度をプロットすることによって視覚的に示すことができる。このようなプロットは最大値を通過し三角形あるいは逆さまにした放物線のように見える。その形状から 火山プロットと呼ばれる。二つの異なる性質に対して類似した三次元プロットを構築することもできる。この場合、プロットは一般的に当地線図で示され、火山面と呼ばれる。火山プロットはバランダインによって導入された。渦は触媒として異なる繊維金属を使用した犠酸の分解についての火山プロットを示す。この場合、犠酸金属使用の生成熱が x 軸に使われる。これは反応中間体が表面ギサンイオンであることが研究から示されているためである。y 軸には反応が特定の速度に達する温度が使われる。低いデルタ1 f 値では吸着速度が遅く立足であるため反応は遅い。高いデルタ1 f 値では脱着が立足段階となる。最大反応速度は 中間的なデルタ HF の値を必要とする。ありがとうございます。